Mac13HD を最適な状態でお使いいただくために、ペン先の位置調整を行いましょう。ワコモタブレットのプロパティを開き、入力デバイス項目のプロペンを選択します。位置調整タブを選び、モニタの項目が Cintiq13HD になっていることを確認し、調整開始ボタンを押します。画面の指示に従って、表示される十字マークの中心を左上、右上、左下、右下の順にペン先でクリックします。ペン先の位置調整を行うときは、実際に作業する姿勢のまま顔の位置を動かさずに調整を行ってください。姿勢を変えてしまうと、ペン先とポインタにズレが生じてしまうので注意してください。ペン先についてくるポインタの位置のズレがないか確認します。再度調整をする場合は、もう一度をクリック、問題がなければ OK をクリックし、調整完了です。